なんでもない。あ、いける。あ、あ、うわ。いや、さっきより。夜のジップラインに1500円のタイラバロットで挑みます。今日のゲストはまず船長、はい、なっちゃんそして広島のアンダーグラウンド、この男なくして語れずアーティスト、くにくん。これ変な話、みんなバラバラの色でやったら、確かにだから、ね、全員バラバラでやった。そうしようか。じゃあ俺永遠釣れんからまあまあね、じゃあこのなんかちょっといろんな色が入ってない。はい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 、釣れた。なっちゃん待って、嘘じゃろ。マジ、まあライト、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 あ、ちょっと気をつけて、気をつけて、気をつけて、大ちゃん横やない。もう抜いた抜いた、うわやった。あれおもろい、なっちゃんすごいじゃん。これおもろいけやる。ハハが出たよ。やばいの、タッチャーの。もうタッチャー乗ってきたよ。乗ってきた、もう乗ってきた。俺はまだ何もしてないの。違う。ここじゃん。ここじゃん。変わらんのんじゃない俺。上げんせい、もうちょっと上げてや。もしかいことがあった。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日もイカタブリンで、それ直してあげよう。イカが耐えてます。別に入れます。かかって思いっきり汚したね。いや汚れるのはええんよ。俺にかからんかったっけ。俺かかったよ。頭からかかった。頭からかかった。あぶねえ。これパーカーかかっとるだろ。かかってない。いやもう見して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 、こっち側頭にいった。かかっとる頭に。うわー、思いっきりやってるじゃん。やばいやばい。あーすごい、そんでもない。いやすごい、粘って取った一匹がやばいね。俺悪かったな。俺悪くない。いやいや、多分俺がこっち向けとったけ。いやもうあれは無機的にしょうがなかったね。僕坊主でしたこれあ、これ見えんか。
ました。やば、二人とも来てるじゃん。ちょっと待って。キャメラ。ナイスサイズ。見て、二人とも。おーい。大ちゃんの方が大きいじゃん。俺と。でかないです？いや、ちょっとこれ、ほら。ちょっと。これタモ。いや、出す。これでかくないです？でかいって。ほらほら。やったっすね、二人で。やった。ちょっと一回流しましょう。ちょっと落ち着きましょう。いや、これでかないです。これめちゃでかおらんやつよ。俺のつらさでいくのじゃない。すぐ来たね。すぐ来た。すごかったね今。すごかった。違い。申し訳ないんだけど俺釣りわからんけど。出たこの人。なんでもない。あ、いける。あ、うわ。いや、さっきよりでかい。上げれます。大丈夫です。それだと上がる。ナイス。でかいって。ちょっと待って、大ちゃん変わらんの？いや、ちょっと大ちゃんのがでかい。ナイス。はい、二杯目。おめでとうございます。よはるちゃんなんてここかって編集。あ、かわいそう。かわいそう。でもめっちゃ釣れたら嫌じゃわ。いやー、かわいそうにね、まあ、しょうがないよね、これ来たやつだけど特権じゃけんね。いや、俺これ見るの好きなの。うわ、見えさっきのが試合なんかもしれない。いや、今から釣れるんだ、絶対。いや、まだ1匹しか釣ってなかった。逆にまだ1匹の人がおったんじゃん。ごっついのに来た。おー、来とる。でかいね。いやー、怖い。これもでかい。でかい。イエーイ。これさっきでかくないっす？映っとるかな？これは掃除係になってる。これ結構でかい。でかいね。ピピッつってもう一回押さなきゃいけなかったんじゃ。あ、3杯目映ってなかったです。あ、ミスったらまいか。じゃあ俺もさっき当たったからまたもう一回あったそこの池当たりわからん。俺を落とせおるやろ。なんか嫌な人やろこの人。なんなんそれ。ボロいサオリから俺のアピールじゃろ今の。逆に硬いけんかなって。ごめん大ちゃん合わせれんかった。合わせれんかった。ダブルヒット。やばい、このラインで。ボールですね。ボールは。幻の4匹目です。爆鳥です。そういういらんこと喋ってきた。30分ですね、あと勝負。俺も何杯釣ったか分からんね、俺も。そっちは多分確実に2杯じゃん。そうじゃったかいね。こうやったかいね。俺も4杯だね。ねえ。俺が4杯じゃなかったかい。めちゃくちゃなるよ。もう、でかい系。でかいのを狙うんだったらでかい方がいいって言うけど、ティップがないですけど、ピョイン弱和さんか。今思いっきり分かったよ。ピョインってなったっけ。
すいません、いやいやいや、俺カンナつけてないよ。その位置が怖いよね。でかいよ。5杯目大きいです。これもこいつに負けんぐらいの波切りするよ。そう、うん、俺岡山から引っ張ってきたい。26、ああ大荒れだったよ。ああマリーナの人間が今日帰るのやめんさい言って、ああのんびり帰るけーっつってからここまで新幹線で来とるのに。目がかいじゃないね。あの船のあの超過で、あの個人プレーより嫌いだけど、やっぱりあのみんなで釣り上げていこうね。まあチームプレーですからね。そうよ、ワンチームこのこれすごいね、これアップル履いたね。ロッパちょっとジグをセッティングしてから行きましょうか。そうね、だっていきなり湧いとったら悔しい思いする。そうですね。すいません、もう釣れてました。あ、いいですよ。ご視聴いただきありがとうございます。釣りに行きたくなった方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、通勤の動画はこちらです。